我が輩は猫はである今日は先日うちに入った泥棒に盗まれた品を返してもらうべく主人が吉原遊郭の近くにある警察署へ出頭する日である朝7時に起こせと言っておきながら細くんが起こしに来ても主人はなかなか起きないその後なんとか起床して子供たちと朝飯を食った後 主人は車屋を呼んでそろそろと出かけるところだやれやれ格のごとく働きのない食い方を持って無事に朝飯を済ましたる主人はやがて洋服を着て車へ乗って二本包み文書へ出頭に及んだ格子を開けた時シャフに「二本包みというところを知ってるか?」と聞いたら シャフはへっへっへと笑ったあの遊郭のある吉原の近辺の2本包みだぜと念を押したのは少々滑稽であった主人が珍しく車で玄関から出かけたあとで崔く君は例のごとく食事を済ませて「さあ学校へおいで遅くなりますよ」と催促すると子供は平気なもので「あら でも今日はお休みよ。と、支度をする景色がない。お休みなもんですか。早くなさい。と、叱るように言って聞かせると。それでも昨日、先生がお休みだっておっしゃってよ。と、姉はなかなか動じない。細君もここにいたって多少変に思ったものか、戸棚から暦を出して繰り返してみると。 赤い字でちゃんと「ご祭日」と出ている主人は祭日とも知らずに学校へ欠勤届を出したのだろう崔君も知らずに郵便箱へ放り込んだのだろうただし名誉に至っては実際知らなかったのか知って知らんかを押したのかそこは少々疑問であるこの発明に親と驚いたイ君は それじゃみんなでおとなしくおあそびなさいといつものとおりはりばこをだしてしごとにとりかかるそのご三十ぷんかんはかないへいおんべつだんわがはいのざいりょうになるようなじけんもおこらなかったがとつぜんみょうなひとがおきゃくにきた178の女学生であるかかとのまがったくつをはいて 紫色の袴を引きずって髪をそろばん玉のように膨らまして勝手口から案内もこわずに上がってきたこれは主人の名である学校の生徒だそうだが折々の日曜にやってきてよくおじさんとけんかをして帰ってゆく雪絵とかいうきれいな名のお嬢さんであるもっとも顔は名前ほどでもない ちょっと表へ出て一日を歩けば必ず会える人相である。おばさん、こんにちは。と、茶の前つかつか入ってきて、針箱の横へ尻を下ろした。おや、よく早くから。今日は大祭日ですから、朝のうちにちょっと上がろうと思って、8時半頃から家を出て急いできたの。そう、何か用があるのいいえ。 ただあんまりご無沙汰をしたからちょっと上がったの。ちょっと出なくっていいからゆっくり遊んでいらっしゃい。今におじさんが帰ってきますから。おじさんはもうどこへかいらっしゃったの珍しいのね。ええ、今日はね、妙なところへ行ったのよ。警察へ行ったの。妙でしょあら、なんでこの春入った泥棒がつらまったんだって。それで引き合いに出されるの いい迷惑ね。なあに品物が戻るのよ。取られたものが出たから取りに来いって昨日巡査さがわざわざ来たもんですから。おやそう。それでなくっちゃこんなに早くおじさんが出かけることはないわね。いつもなら今自分はまだ寝ていらっしゃるんだわ。おじさんほど寝ぼうはないんですから。そして起こすとプンプン起こるのよ。今朝なんかも7時までにぜひ起こせと言うから起こしたんでしょ。 するとヤグの中へ潜って返事もしないんですものこっちは心配だから二度目にまた起こすと予義の袖から何か言うのよ本当にあきれ返ってしまうのなぜそんなに眠いんでしょうきっと神経衰弱なんでしょう何ですか本当にむやみに怒る方ねあれでよく学校が務まるのね何学校じゃおとなしいんですってじゃあな悪いわ まるでこんにゃくえんまね。なぜなぜでもこんにゃくえんまなの。だってこんにゃくえんまのようじゃありませんか。ただ怒るばかりじゃないのよ。人が右といえば左、左といえば右で、なんでも人の言う通りにしたことがない。そりゃ強情ですよ。天の弱でしょおじさんはあれが道楽なのよ。だから何かさせようと思ったら、 裏を言うとこっちの思い通りになるのよ。こいだコウモリを買ってもらう時にも「いらないいらない」ってわざと言ったらいらないことがあるものかってすぐ買ってくだすったの <laughs> うまいのね私もこれからそうしようそうなさいよそれでなくっちゃ損だわこないだ保険会社の人が来て「ぜひお入りなさい」って勧めているんでしょいろいろ訳を言って、 こういうういい利利益益ががああああるるの、ああいう利益があるのって、何でも1時間も話をしたんですがどうしても入らないの。うちだって貯蓄はなしこうして子供は3人もあるしせめて保険でも入ってくれるとよっぽど心丈夫なんですけれどもそんなことは少しも構わないんですもの。そうね。もしもしのことがあるとと、不安心だね。178の娘に似合わしからん初対じみたことを言う。 その談判をおかげで聞いていると本当に面白いのよ。なるほど、保険の必要も認めないではない。必要なものだから会社も存在しているのだろう。しかし、死なない以上は保険に入る必要はないじゃないかって強情を張っているんです。おじさんがええ。すると会社の男が、それは死ななければ、無論保険会社はいりません。 しかし人間の命というものは丈夫なようでもろいもので知らないうちにいつ危険が迫っているか分かりませんと言うとねおじさんは「大丈夫僕は死なないことに決心をしている」ってまあ無法なことを言うんですよ。決心したって死ぬわね。私なんかぜひ求大するつもりだったけれどもとうとう落大してしまったわ。 保険会社もそういうのよ。寿命は自分の自由にはなりません。決心で長生きができるものなら、誰も死ぬものはございませんって。保険会社の方が死闘ですわ。死闘でしょそれがわからないの。いえ、決して死なない。誓って死なないって威張るの。妙ね妙ですとも、大妙ですわ。保険の掛け金を出すくらいなら、 銀行へ貯金する方がはるるかにマシだっってて済ましきっているんですよ貯金があるのあるもんですか。自分が死んだ後なんかちっとも構う考えなんかないんですよ。本当に心配ね。なぜあんななんでしょう。ここへいらっしゃる方だって、おじさんのようなのは一人もいないわね。いるものですか。無類ですよ。 と鈴木さんにでも頼んで意見でもしてもらうといいんですよ。ああいう穏やかな人だとよっぽど楽ですがね。ところが、鈴木さんはうちじゃ評判が悪いのよ。みんな逆なのね。それじゃあ、あの方がいいでしょ。ほら、あの落ち着いてる。八木さんええ。八木さんにはだいぶ並行しているんですがね。昨日、明店さんが来て悪口を言ったものだから。 思ったほどかかなないい。もしれないだっていいじゃありませんかあんな風に応用に落ち着いていればこないだ学校で演説をなすったわ八木さんがええ八木さんは幸恵さんの学校の先生なのい,いえ先生じゃないけれども宿徳婦人会の時に招待して演説をしていただいたの面白かってそうね そんななに面白くもなかったわだけどもあの先生があんな長い顔なんでしょそうして天神様のようなひげを生やしているもんだからみんな感心して聞いていてよ。おとサイどんが聞きかけていると縁側の方から幸恵さんの話し声を聞きつけて3人の子供がドタバタ茶の間へ乱入してきた。 今までは竹垣の外の空き地へ出て遊んでいたものであろうあら幸恵さんが来たと2人の姉さんは嬉しそうに大きな声を出すさいくんは「そんなに騒がないでみんな静かにしてお座りなさい。幸恵さんが今面白い話をなさるところだから」と仕事を隅へ片付ける幸恵さん何の話 私おはなしがだいすきといったのはとんこでやっぱりカチカチやまのおはなしときいたのはスンこであるぼうばもおはなちと言いいだした三女はあねとあねのあいだからひざをまえのほうにだすただしこれはおはなしをうけたまわるというのではない。 ボーバもまたおはなしをつかまつるといういみであるあらまたぼうばちゃんのはなしだとねえさんがわらうとサイくんは「ぼうばはあとでなさいゆきえさんのおはなしがすんでから」とすかしてみるぼうばはなかなかききそうにない「いやあよバブ!と」とおおきなこえをだす。 おうおうよしよし。ぼうばちゃんからなさい。なんと言うのと、ゆきえさんはけんそんした。あのね、ぼうたん、ぼうたん、どこへ行くのって。おもしろいのね。それからわたちはとんぼや稲ねかいに。そう。よく知ってること。おまえがくうと、 だまになる。ほら、クーとじゃないわ。クルートだわね。と、トンコが口を出す。ボーバは相変わらず、バブと一括して、直ちに姉をへききさせる。しかし、中途で口を出されたものだから、続きを忘れてしまって、後が出てこない。ボーバちゃん、それぎりなのと、 ゆきえさんが聞く。あのねあとでおならはごめんだよプープープーってア <laughs> いやなことだれにそんなことをおわったのおたんにわるいおさんねそんなことをおしえてとサイくんはくしょうしていたがさ今こんどはゆきえさんのばんだ。 坊やはおとなしく聞いているのですよというとさすがのぼ君も納得したと見えてそれぎり当分の間は沈黙した八木先生の演説はこんなのよ。と幸恵さんがとうとう口を切った「昔ある辻の真ん中に大きな石地蔵があったんですってね」。ところがそこがあいにく。 馬や車が通る大変賑やかな場所だもんだから邪魔になってしようがないんでね。町内の者が大勢寄って相談をして、どうしてこの石地蔵を隅の方へ片付けたらよかろうって考えたんですって。そりゃあ本当にあった話なのどうですかそんなことは何ともおっしゃらなくってよ。でみんなが色々相談をしたら、その町内で一番強い男が、 そりゃあわけはありません。私がきっと片付けてみせますって、一人でその辻へ行って、もろ肌を脱いで、汗を流して引っ張ったけれども、どうしても動かないんですって。よっぽど重い指示像なのね。ええ。それでその男が疲れてしまって、家へ帰って寝てしまったから、町内の者はまた相談をしたんですね。すると、今度は町内で一番利口な男が、 私に任せてごらんなさい。一番やってみますからって、重箱の中へボタちをいっぱい入れて、地蔵の前へ来て、ここまでおいでと言いながら、ボタちを見せびらかしたんだって。地蔵だって食い意地が張ってるから、ボタちで釣れるだろうと思ったら、少しも動かないんだって。利口な男は、これではいけないと思ってね。 今度はひょうたんへお酒を入れてそのひょうたんを片手でぶら下げて片手チョコを持ってまた地蔵さんの前へ来て「さあ飲みたくはないかね飲みたければここまでおいで」と3時間ばかりからかってみたがやはり動かないんですって。ゆきえさん地蔵様はお腹が減らながらいのととんこが聞くと。 おたたちが食べたいなとスン子が言った利口な人は二度ともしくじったからその次には偽札をたくさんこしらえて「さあ欲しいだろう欲しければ取りにおいで」と札を出したり引っこましたりしたがこれもまるで役に立たないんですってよっぽど頑固な地蔵さまなのよそうね少しおじさんに似ているわ。 ええ、まるでおじさんよ。姉妹に利口な人も愛想をつかしてしまったんですとさ。それでその後からね、大きなホラーを吹く人が出て、私ならきっと片付けてみせますからご安心なさいと、さもたやすいことのように受け合ったそうです。そのホラーを吹く人は何をしたんですそれが面白いのよ。最初にはね、 巡査さの服を着て、スけひげをして、地蔵様の前へ来て、こらこら、動かんとその方のためにならんぞ。警察で捨てておかんぞと、ひばってみせたんですとさ。今の世に警察の子は色なんか使ったって、誰も聞きはしないわね。本当ね。それで地蔵様を動いたの動くもんですか。おじさんですもの。でも、 おじさんは警察には大変恐れ入っているのよ。あらそう。あんな顔して。それじゃあそんなに怖いことはないわね。けれども地蔵様は動かないんですって。平気でいるんですとさ。それでほらふきは大変怒って、巡査の服を脱いで、付けひげを紙くず箱へ放り込んで、今度は大金持ちのなりをして出てきたそうです。 今の世で言う岩崎男爵のような顔をするんですとさ。おかしいわね。岩崎のような顔って、どんな顔なのただ大きな顔をするんでしょそうして何もしないで、また何も言わないで、地蔵の周りを大きな巻きタバコを吹かしながら歩いているんですとさ。それが何になるの地蔵様を煙に巻くんです。 まるで話かのシャレのようね。守備よく煙巻いたのダメですわ。相手が石ですもの。ごまかしも大抵にすればいいのに、今度は殿下様に化けてきたんだって。バカね。ええ。その自分にも殿下様があるのあるんでしょ。八木先生はそうおっしゃってよ。確かに殿下様に化けたんだって。 恐れ多いことだが化けてきたって。第一不敬じゃありませんか。ほらフきの分在で。殿下ってどの殿下様なのどの殿下様ですか。どの殿下様だって不敬ですわ。そうね。殿下様でも聞かないでしょ。ほら吹きもしようがないから、とても私の手際では、あの地蔵はどうすることもできませんと、降参をしたそうです。 <laughs> 君ねええ、ついでに懲役にやればいいのにでも町内の者は大層清もんでまた相談を開いたんですがもう誰も引き受けるものがないんで弱ったそうですそれでおしまいまだあるのよ一番しまいに車屋とごろつきを大勢雇って地蔵様の周りをワイワイ騒いで歩いたんです ただ地蔵様をいじめていたたまれないようにすればいいと言って夜昼交代で騒ぐんだってご苦労様ですことそれでも取り合わないんですとさ地蔵様の方も随分強情ねそれからどうしてととんこが熱心に聞くそれからねいくら毎日毎日騒いでも弦が見えないので だいぶみんなが嫌になってきたんですがシャフやゴロツキはいくんちでも日当になることだから喜んで騒いでいましたとさゆきえさん日東って何とすんこが質問をする日東というのはねお金のことなのお金をもらって何にするのお金をもらってね <laughs> いやなすんこさんだ。それでおばさん毎日毎晩から騒ぎをしていますとねその時町内に「バカタケ」と言って何にも知らない誰も相手にしないバカがいたんですってねそのバカがこの騒ぎを見て「お前方は何でそんなに騒ぐんだ何年かかっても地蔵一つ動かすことができないのかかわいそうなものだと言ったそうですって。 ののくせに偉いのね。なかなか偉いバカなのよ。みんながバカ竹の言うことを聞いて「物は試しだ」「どうせダメだろうがまあ竹にやらしてみようじゃないかと」とそれから竹に頼むと竹は一も二もなく引き受けたが「そんな邪魔な騒ぎをしないでまあ静かにしろと」と車引きやゴロつきを引きこましてひ然と地蔵様の前へ出てきました。雪絵さん。 ひょうぜんってばかたけのお友達ともだちととんこがかんじんなところできもんをはなったのでサイくんとゆきえさんはどっとわらいだしたいいえおともだちじゃないのよ。じゃあなにひょうぜんというのはねいいようがないわ。ひょうぜんっていいようがないのそうじゃないのよ。 表然というのはねえ。ええ。そら、たたら三平さんを知ってるでしょええ。山の芋をくれてよ。あの、たたらさん見たようなのを言うのよ。たたらさんは、標然なのええ、まあ、そうよ。それでバカ鹿竹が地蔵様の前へ来て懐で押して、地蔵様 町内の者があなたに動いてくれと言うから、動いてやんなさいと言ったら、地蔵様はたちまち、そうか、そんなら早くそう言えばいいのにと、のこのこ動き出したそうです。妙な地蔵様ね。それからが演説よ。まだあるのええ。それから八木先生がね。こんにちは、ご婦人の会でありますが。 私がかようなお話をわざわざいたしたのは少々考えがあるので、こう申すと失礼かもしれませんが、夫人というものは、とかくものをするのに正面から近道を通って行かないで、かえって遠方から回りくどい手段を取るの兵がある。もっともこれはご夫人に限ったことではない。明治の世は男子といえども、文明の兵を受けて多少女性的になっているから。 よくいらざる手数と労力を費やして、これが本筋である、紳士のやるべき方針であると誤解しているものが多いようだが、これらは開花の業に束縛された既刑事である、別に論ずるに及ばん。ただ、ご婦人にあっては、なるべくただいま申した昔話をご記憶になって、いざという場合には、どうか馬鹿竹のような正直な了見で物事を処理していただきたい。 あなた方がバカ竹になれば、夫婦の間、嫁・姑の間に起こる忌まわしき葛藤の3分1は確かに減ぜられるに相違ない。人間は魂胆があればあるほど、その魂胆がたたって不幸の源をなすので、多くの婦人が平均、男子より不幸なのは、全くこの魂胆がありすぎるからである。どうかバカ竹になってください。 という演説なのへえそれでゆきえさんはバカタケになる気なのやだわバカタケだなんてそんなものになりたくはないわ金田のとみこさんなんぞは失敬だって大変怒ってよ金田のとみこさんってあの向こう横丁のええあのハイカラさんよあの人もゆきえさんの学校へ行くのいいえ ただ婦人会だから傍聴に来たの本当に灰からねどうも驚いちまうわでも大変いい器量だって言うじゃありませんか波ですわご自慢ほどじゃありませんよあんなにお化粧をすれば大抵の人はよく見えるわそれじゃあ幸恵さんなんぞはその方のようにお化粧をすれば金田さんの倍くらい美しくなるでしょうあら嫌だよくってよ知らないわ だけど、あの方は全く作りすぎるのね。なんぼお金があったって。作りすぎてもお金のある方がいいじゃありませんか。それもそうだけれども、あの方こそ少し馬鹿たけになった方がいいでしょう。むやみに威張るんですもの。この間もなんとかいう詩人が身体刺繍を捧げたってみんなに吹い調しているんですもの。豆腐さんでしょあら。 あの方が捧げたのやっぱど物好きね。でも豆腐さんは大変真面目なんですよ。自分じゃあんなことをするのが当たり前だとまで思ってるんですもの。そんな人があるからいけないんですよ。それからまだ面白いことがあるの。こないだ誰かあの方のとこへ縁章を送ったものがあるんだって。おやいやらしい。誰なのそんなことをしたのは。 誰だかわからないんだって。名前はないの名前はちゃんと書いてあるんだけれども、聞いたこともない人だって。そうしてそれが長い長い一件ばかりもある手紙でね、いろいろ妙なことが書いてあるんですとさ。私があなたを思っているのは、ちょうど宗教家が神に憧れているようなものだの。 あなたのためならば祭壇に備える小羊となって放られるのが無情の名誉であるの。心臓の形が三角で三角の中心にキューピッドの矢が立って吹き矢なら大当たりであるの。それは真面目なの真面目なんですとさ。現に私のお友達のうちでその手紙を見た者が三人あるんですもの。嫌な人ね、そんなものを見せびらかして。 あの方は寛月さんのところへお嫁に行くつもりなんだから、そんなことが世間知れちゃ困るでしょうにね。困るどころか、大得意よ。今度寛月さんが来たら知らせてあげたらいいでしょう。寛月さんはまるでご存じないんでしょどうですか。あの方は学校へ行って玉ばかり磨いていらっしゃるから、大方知らないでしょう。寛月さんは本当にあの方をおもらいになる気なんでしょうかね お気の毒だわね。なぜお金があって、いざって時に力になっていいじゃありませんか。おばさんはじきに金、金って品が悪いのね。金より愛の方が大事じゃありませんか。愛がなければ、夫婦の関係は成立しやしないわ。そう。それじゃあ雪江さんは、どんなところへお読みに行くのそんなこと知るもんですか。 別に何もなももいんですもの。幸恵さんとおばさんは結婚事件について何か弁論をたくましくしているとさっきからわからないなりに緊張しているとんこが突然口を開いて「私もおめに行きたいな」と言いだしたこの無鉄砲な希望にはさすが青春の気に満ちて大いに同情をよすべき幸恵さんも ちょっときをぬかれたていであったがサイくんのほうはひかくてきへいきにかまえて「どこへ行きたいの?」とわらいながらきいてみたわたしねほんとうはねしょうこんさえおよみに行きたいんだけれども水いどうばしをわたるのがいやだからどうしようかと思ってるの。サイくんとゆきえさんはこのめいとうをえて。 あまりのことに問い返す勇気もなく、どっと笑い崩れたときに、次女のすんこが姉さんに向かって、かような相談を持ちかけた。お姉まも、しょうこんしゃがすき。わたしもだいすき。いっしょにしょうこんしゃへおよめにゆきましょう。ね。いや。いやならいいわ。 ひとりでくるまのってさっさといっちまうわばあばもいかなとついにはぼうばさんまでがしょうこんしゃへよめにうくことになったかように三にんがかおをそろえてしょうこんしゃへよめにうけたらしゅじんもさぞらくであろう <music> ところへ 車の音がガラガラと門前に止まったと思ったら、たちまち威勢のいい「おかえりー」という声がした。主人は日本包み文書から戻ったと見える。シャフが差し出す大きな風呂敷包みを下女に受け取らして、主人は悠然と茶の間へ入ってくる。「ああ来たね」と、雪江さんに挨拶しながら、例の有名なる長火鉢のそばへポカリと。 手に携えたとっくり用のものを放り出したとっくり用というのは純然たるとっくりでは無論ないと言って花池とも思われないただ一種異様の陶器であるからやむを得ずしばらく火曜に申したのである妙なとっくりねそんなものを警察からもらっていらしたのと幸恵さんが倒れたやつを起こしながら おじさんに聞いてみるおじさんはゆきえさんの顔を見ながら「どうだいい格好だろ」う、と自慢する「いい格好なのそれがあんまりよかないわ」「油壺なんかなんで持っていらっしゃったの?」「油壺なものかそんな趣味のないことを言うから困る」じゃあなにはいけさ。 けにしちゃ口が小さすぎて嫌にどが張ってるわそこが面白いんだお前も武風流だなまるでおばさんと選ぶところなしだ困ったものだなと一人で油壺つぼを取り上げて障子の方へ向けて眺めているどうせ武風流ですわ油壺つぼを警察からもらってくるような真似はできないわねえおばさん おばさんははそれどころではない。風呂敷包みを解いて皿子になって盗難品を調べているおや驚いた泥棒も進歩したのねみんな解いて洗い張りをしてあるわねえちょいとあなた誰が警察から油壺をもらってくるものか待ってるのが退屈だからあそこいらを散歩しているうちに掘り出してきたんだ お前なんぞにはわかるまいが、それでも賃品だよ。賃品すぎるわ。一体おじさんはどこを散歩したのどこって、日本包み界隈さ。吉原へも入ってみた。なかなか盛んなところだ。あの、鉄の門を見たことがあるかいないだろう。誰が見るもんですか。吉原なんて専業府のいるところへ行く因縁がありませんわ。 おじさんは教師の身でよくまああんなところへ行かれたものね。本当に驚いてしまうわ。ねえ、おばさん。おばさんええ、そうね。どうも品数が足りないようなこと。これでみんな戻ったんでしょうか戻らんのは山の芋ばかりさ。元来九時に出頭しろと言いながら、十一時まで待たせる方があるものか。 これだから日本の警察はいかん。日本の警察がいけないって、吉原を散歩しちゃなおいけないわ。そんなことが知れると免職になってよ。ねえ、おばさん。ええー、なるでしょう。あなた、私の帯の片側がないんです。なんだか足りないと思ったら。帯の片側ぐらい諦めるさ。こっちは3時間も待たされて、 大切の時間を半日ししてしまった。と日本服に着替えて平気に火鉢へ持たれて油壺を眺めている崔く君も仕方がないと諦めて戻った品をそのまま戸棚へしまい込んで座に帰るおばさんこの油壺が珍品ですとさ汚いじゃありませんかそれを吉原で買っていらしたのまあ。 何がまあだ分かりもしないくせにそれでもそんな壺なら吉原へ行かなくってもどこにだってあるじゃありませんかところがないんだよめったにある品ではないんだよおじさんはずいぶん一地蔵ねまた子供のくせに生意気を言うどうもこの頃の女学生は口が悪くっていかんちと女大学でも読むがいい おじさんは保険が嫌いでしょ女学生と保険とどっちが嫌いなの保険は嫌いではない。あれは必要なものだ。未来の考えのあるものは誰でも入る。女学生は無用の長物だ。無用の長物でもいいことよ。保険入ってもいないくせに。来月から入るつもりだ。きっときっとだとも。 およしなさいよ、保険なんか。それよりか、その賭け金で何か買った方がいいわ。ねえ、おばさん。おばさんはニヤニヤ笑っている。主人は真面目になって、お前などは100も200もいける気だから、そんなのんきなことを言うのだが、もう少し理性が発達してみろ。保険の必要を感ずるに至るのは当たり前だ。ぜひ来月から入るんだ。そう。 それじゃ仕方がない。だけど、こないだのようにコウモリを買ってくださるお金があるなら、保険に入る方がマシかもしれないわ。人がいりませんいりませんというのを、無理に買ってくださるんですもの。そんなにいらなかったのか。ええ、うん、コウモリなんか欲しくないわ。そんなら返すがいい。ちょうどトンコが欲しがっているから、あれをこっちへ回してやろう。今日持ってきたか。あら。 そりゃあんまりだだってひどいじゃありませんかせっかく買ってくだっておきながら返せなんて。いらないと言うから返せと言うのさ。ちっともひどくはない。いらないことはいらないんですけれども、ひどいわ。わからんことを言うやつだな。いらないと言うから返せと言うのに、ひどいことがあるものか。だって。だってどうしたんだだって。 ひどいわぐだな同じことばかり繰り返しているおじさんだって同じことばかり繰り返しているじゃありませんかお前が繰り返すから仕方がないさ現にいらないと言ったじゃないかそりゃ言いましたわいらないことはいらないんですけれども返すのは嫌ですもの驚いたなわからずやで強情なんだから仕方がない お前の学校じゃ論理学を教えないのか。よくってよ。どうせ無教育なんですから何とでもおっしゃい。人のものを返せだなんて、他人だってそんな不人情なことは言いやしない。ちっとバカだけの真似でもなさい。何の真似をしろちっと、正直に淡白になさいと言うんです。 お前は愚物のくせに嫌に強情だよ。それだから落第するんだ。落第したって、おじさんに学士は出してもらいやしないわ。雪江さんは現ここに至って、勘に耐えざるもののごとく、散然として、一菊のなんだを紫の袴の上に落とした。主人は暴庫として、 その涙がいかなる心理作用に起因するかを研究するもののごとく、袴の上と、うつむいた幸恵さんの顔を見つめていた。ところへ、おさんが台所から赤い手を敷居越しにそろえて、お客様がいらっしゃいましたという。誰が来たんだと主人が聞くと、学校の生徒さんでございます。と、おさんは。 雪恵さんの泣き顔を横目に睨めながら答えた主人は客前出てゆく吾輩も種取り兼人間研究のため主人に備して忍びやかに園へ回った人間を研究するには何か波乱がある時を選ばないと一向結果が出てこない平勢は大方の人が大方の人であるから 見ても聞いても張り合いのないくらい平凡である。しかしいざとなると、この平凡が急に霊妙なる神秘的作用のためにムクムクと持ち上がって、好きなもの、変なもの、妙なもの、異なもの、一口に言えば、我が輩猫どもから見てすこぶる高額になるような事件が至る所に往風に現れてくる。雪江さんの洪類のごときは、 まさしくその現象の一つである格のごとく不可思議不加速の心を有している幸恵さんも崔君と話をしているうちはさほどとも思わなかったが主人が帰ってきて油壺を放り出すや否やたちまち支流に蒸気ポンプを注ぎかけたるごとく没前としてその信号にして基地すべからざる巧妙なる微妙なる奇妙なる 霊妙なる霊室を惜しげもなく発揚し終わった。思考してその霊室は天下の女性に共通なる霊室である。ただ惜しいことには容易に現れてこない。いな、現れることは二六時中簡単なく現れているが、格のごとく顕著に釈然平庫として遠慮なくは現れてこない。 幸いにして主人のように我が輩の毛をややもすると逆さに撫でたがるつむじまがりの既読家がおったからかかる狂言も拝見ができたのであろう主人の後さえついて歩けばどこへ行っても舞台の役者は我知らず動くに相違ない面白い男を旦那様にいただいて短い猫の命のうちにもだいぶ多くの経験ができるありがたいことだ 今度のお客は何者であろう